シナモンとお茶する約束していたからね。別にあんたがいるとできないような話はしてないわ。大丈夫よ。それよりもプレミアのクエストのこと何か分かった？そういえばコルをもらうクエストはもう起動しなくなったんだってね。他のプレイヤーはそんなことを知らないでしょうから、急にクエストが起動しなくなって不思議がっているでしょうね。クエストって待ってるだけじゃないよね。どこかで情報やアイテムを入手したり、誰かをクエストの場所に連れて行ったり。それこそプレミア自身をどこかに連れて行かないといけないのかもしれないわね。そんなに目を輝かせないでよ。言いたいことはわかるけど。ならみんなで手分けしてプレミアちゃんに関係しそうな情報を集めようよ。それでもし怪しいところを見つけたら連れて行ってみるの。そうね、まずはその方法でやってみましょう。私が何でしょう。話しかけただけで驚かれたということは、つまり私が何か間違ったことをしたということですか。こいつはね、あなたのことが気になってしょうがないのよ。私が気になる？プレミアちゃん、前にもあったように誰かに襲われたりしてない？大丈夫です。もし襲われても、先日教わった走って逃げるを実行しますので。そういえば襲われてはいないのですが、声はかけられました。え、誰から？男の剣士が、お茶でもどうかと。ナンパかしら。ナンパね。で、どうしたの？喉が渇いていなかったのでお断りしました。喉が渇いてなかったってさすがプレミアね。そうなんですか。以後気をつけます。そうそう、焼き餅を焼く人がいるからね。はいはい。それよりひょっとして何か用事があってきたの？はい、お願いしたいことがあってきました。クエストかもね。私に戦闘を教えてください。これはまた意外なお願いね。一時的に仲間に加えて一緒に戦う展開ならよくあるけど、戦闘を教えてほしいだなんて話、かなり珍しくない？じゃあやっぱりクエストの一環ってことなのかな。
でも大丈夫かな。プレミアちゃんは非戦闘タイプのはずだし。え？はい、大丈夫です。ちょっと今のこいつの目、 SAO で私に戦闘を教えている時の目をしているわ。どうしてこう戦闘って言うとテンションが上がっちゃうんだろう。本当に平気なの？あんた NPC にも見境ないわね。もうとにかく気をつけてね。はい。教えてください。こうでしょうか。こうですか。わかりました。まだどこか違うのでしょうか。私に戦闘を教えるのは大変なら中止しても問題ありません。これはただのお願いですので。わかりました。お願いします。力を感じたら、辛いです。これがソードスキル。こうしてこう。でもコツが分かりました。わかりました。一緒に戦います。
丈夫？なるほど。私はタイミングよくソードスキルが出せるようになりました。つまり、グッジョブです。考え事ですか？わかりました。また今度にします。は？戦闘を教えてくれてありがとう。プレミアさんに戦闘を教えていたんですよね。クエストじゃなかったということは、AI 化された NPC は常に情報を蓄積し、自身で判断を取ることができます。きっとプレミアさんは戦闘をすることが必要だと自分で判断したのではないでしょうか。皆さんの心はいつだって温かいんです。そうした思いは AI である私たちにもしっかり届きます。 SAO の時壊れてしまっていた私はパパとママの思いを受けて救われました。プレミアさんもきっと皆さんの優しさに触れて心が豊かになっているんです。